れで終わりだ。ナイスドどうなってんだ。これじゃあ月の光がまたデリオラに。銃刀じゃねえか生ハゲが。待てやこら。夏デリオラは諦めるんだ。何をバカなことを。脅しの次は説得だと。ウルとの約束だったんだ。あいつのことだ。私が氷となったことを知らない。助けてやりたかったがもう限界だ。待ちやがれこの仮面野郎。どうやって遺跡を元に戻した。たてよ勝つのはおめえだろ。とどめだ。うわ死に損ないが。とりあえず燃えとけ。愉快な売り言葉ですな。でしたねサラマンダー君。さすがだな。特進させますぞ。火の魔法で氷が溶けたらおめえらも苦労しねえだろ。俺はウルの言葉を信じただけだ。西の国に。いや待ってそれはダメじゃ。氷を溶かすとはそのウルとやらを殺すに等しいのじゃ。知らない哀れな猛獣だ。くだらん。貴様の造形魔法などぶっ壊して。先に固めておくんだった。行きましょうか。キリってお前らよくわかんねえよ。こいつを復活させてリオンがそれを倒すということが。その時は自分と仲間の力を信じる。1秒後にお前をぶっ飛ばせ。グレーいたのか。ナツこうなったらやるしかねえ。最強の魔導士。ああここらで言ったらウルかな。やっぱアイスドシェン。よせグレイ。あの氷を溶かすのに。死んで欲しくねえからあの時止めたのに。俺の声は届かなかったのか。その最後の瞬間を見ているというのか。終わった一時はどうなるかと思ったよ。あの呪いとかいう現象はデリオラの影響ではない。ムーンドリップの膨大な魔力が人々に害を。3年間俺たちも同じ光を浴びていたんだぞ。そっか確かに。行くぞ。リコータってどうやって呪い解くんだよ。さあな。あららだとどういう意味だそれ。そういう意味よ。時間だ。カシ魔導士殿一体いつになったら月を壊してくれるんですかね。のせいじゃない。つまりこの島で一番怪しい場所ではないか。皆は慣れない武器を持ちわしはもみあげをバッチリ整え何度も遺跡に向かいました。今からあの月を破壊する。この鎧は巨人の鎧。投擲力を上げる効果を持つ。彼らはもともと悪魔だったのだ。あの遺跡に村人だけが近づけないのも彼らが悪魔だからだ。聖なる光を蓄えたあの遺跡。生きてた！ボボが生きてたぞ！やったー！ないぞ！お怪我はもう大丈夫。そのためにガルナ島は呪われているという噂が広まってしまったんだ。港の人たちがこの島を。すべては愛のために。これ以上あんたたちに頼りっぱなしってわけにはいかない。ああ、その通りだぜ。技を出す前に片付けるだけのこと。よしお前らも一緒に飯食おう。あ、たった今まで俺たちの邪魔にならなければいいがな。火箸って遂行した仕事だ。それでも我々が救われたことに変わりはありません。まさか強奪したの？さすがお姉さん。せっかく分かり合えた弟弟子さん、すなわち愛。いいんだウルの涙、ウルティアよ。俺はお前の母を尊敬している。生きていればしかしあれだけ苦労して報酬はで、今回もらった鍵はどんなのなんだ？ジンバ級のサジタリウス。ジンバだと？やだ！だからあれって何なの？何なのよ！マスターはおられるか？おかえりなさい。島はどうだった？ちょっとは海で泳げたりした？怖い！静かにしていろ！マスターはいつ戻られるんだ？ルーシーも帰ってたのか。当たり前でしょ、ナツたちと一緒に行ってたんだから。なんでそこまでビビちボロカニを全然わかんねえ。やめんか。あんまり痛くないよ。なんだこの一緒にどうだい。どうやだ、なんだこりゃ。S級クエスト破りのお仕置きを楽しみにしてたんじゃがの。なんかモヤモヤしてるだけだ。なんだこのムズムズする感じは。誰かなんとかしてくれ。ベビーは文字読み上げても平気なのか。こういう古代の呪文はそのまま読み上げなければ大丈夫なの。俺も入れ替わりたい。はいはい、あんたやっぱりマカオの息子ね。みんな落ち着いて。だって今の私たちみんな技が中途半端になっちゃってるでしょ。そんなんで仕事に行ったってあれよ。今何しようとしたんだエルザ。あの応援チームかえってうざくねえか。いや、気合が入っていいと思うぜ。俺も参加してくれで。はい、これ仲直りの印だよ。そこなってどのペアが最初だ。当然俺とロキだなあロキ。そうだ、そうはいかないわ。アルボロやテスラルキゴー。アルボロやテスラルキゴー。アルボロやテスラルキゴー。私もだ、猫のままだぞ。オイラはどっちでもいいけどね。私背が縮んでない。あまさかミラさん。じいさんとミラが入れ替わったあのね、子供じゃないんだから。うまっうまそうようです。ねえ、夏ってばひどいと思いません？マカオと若葉。あ、このツンツン頭は夏ね。全然。グレイもエルザもいつかぶっ倒してやる。見ろよ、この辺の模様とか竜の爪みたいだし。そうか。つうわけでじっちゃんドラゴンエルさん泣かすぞミラジン。ガチガチ女がへそ出し女が俺の得意分野じゃねえか。うひょー。アホかお前は。でもちょっと退屈だね。卵動いた。難しいのな。硬い。私に任せて。エルザ派のやつなんかと仲良くしやがって。知らねえよそんなの。なんだよエルザ派って。お前あれだろ、じっちゃんが言ってたあれだ、ガセ巻き。ガセガキナッツが腕巻くなよナッツ、かわいいな。泣いてねえよ、その辺にしないかミラ。ほらなったのか。ありがとうエルフは本命男だな。私のこと疑ったろ。まずナッツがオイラの魚全部食べちゃったんだ。ケチくせえこと言ってんじゃねえよ。ナッツは父ちゃんです。